んだ。ゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで CO2 排出量ゼロ、世界を変えるエネルギー、ジェラ。皆様、本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。本日の試合はゼラセリーグ公式戦名古屋最終章、CLCI グループゲームズプレプレー中日ドラゴンズ対 DH アドレスとしてお送りします。 CLCI グループ
または濃厚接触者になった場合は中立ドラゴンズの指定連絡先にご連絡ください。Thank you.
スタンデゲデゲデンダンダンダンデゲデゲデンダ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 
試合終了です。ただいまの試合はご覧のように9対3でジャイアンツが勝ちました。始まりにあたりまして、福留選手の現役生活24年間を振り返る映像をご用意いたしました。皆様1万6ビジョンをどうぞご覧ください。私福留康介は今シーズン限りをもちまして、現役を引退することを決めました。私福留康介、中日ドラゴンズを役指名させていただきます。星野監督から守備の方でも目を開いてこう見てもらえるように、開幕スタメン目指して頑張っていきたいと思っています。ルーキーとして大活躍しました。
続きまして福留選手ゆかりの方々からさまざまビデオメッセージを頂戴しております。まずは海の向こうからメッセージが届いています。どうぞご覧ください。This is Tom Ricketts, owner of the Chicago Cubs. Fukudome-san, on behalf of me, my family, the Cubs organization, and all Cub fans everywhere, we want to congratulate you on a truly incredible baseball career. And now that you have some more free time, we would love to have you back at Wrigley Field to say hello to all the Chicago Cub fans who remember you. Please come visit us. We'll see you soon. Congratulations. Fukudome-san, otsukaresama deshita. Omedetou. What a privilege to call you a teammate, both the Chicago Cubs and the Hanshin Tigers. Until I see you again, my friend, ganbarimashou. Minasan, konnichiwa. Chicago Cubs, Suzuki Seiya desu. Fukudome Kousei-san, 24 年間の現役生活、本当にお疲れ様でした。引退っていうのはもっともっともっと負けると思う。
次の方に来て、ゴルフと野球と二刀流でよろしくお願いします。先輩また会えるのを楽しみにしております。そして大塚先輩、木原さん、24年間という長いプロ野球生活、本当にお疲れ様でした。阪神タイガース、そしてシカゴカブスというこの両球団では福留さんのどちらも後輩としてプレーさせていただきました。後輩皆から愛されて、しかもチームのスタッフ、周りの方全てから愛されて、福留さんを見て自分も相当勉強させてもらいました。少しゆっくりして、次は琵琶湖で僕とバスプロになりましょう。高橋です。福留さん、24年間現役生活お疲れ様でした。中日でやられている時は本当にこのオーラというか、野球選手の在り方というのを勉強させてもらいましたし、メジャーに行った時は、日本人選手がメジャーで活躍するという、まあ、そういう素晴らしさと難しさ、まあ、いろんなことを、見させてもらいました。阪神に来てからは本当にこう野球だけでなく、後輩との接し方であったり、まあ、技術的なこと、まあ、いろんなことをたくさん学ばせてもらいました。昨年は本当に自主トレも沖縄で一緒にやらせてもらって、まあ、いろんな話をして、いろんなことを吸収させてもらって本当に感謝しています。福留さんは野球が大好きだと思いますので、まあ、少しゆっくりしてまた野球界に恩返ししてほしいなと思いますので、今後も野球界での活躍、そして、生活では、鳥谷敬の面倒もよろしくお願いします。本当に24年間お疲れ様でした。24年間現役生活本当にお疲れ様です。僕がタイガースに来て不安なところをいろいろと気にかけてくださり、本当に助けてもらった記憶があります。また、僕が野手に転向した時、目標の選手がやっぱり福留孝介さんでした。そんな孝介さんと一緒に、タイガースでプレーできて僕は幸せでした。本当にありがとうございます。まあ、同じタイミングで僕も引退っていうことになりましたけど、また食事とかいろいろお話できたらなと思います。本当に24年間お疲れ様でした。ありがとうございました。皆様からのビデオメッセージをご紹介いたしました。続きまして福留選手に花束の贈呈です。はじめに立浪和義監督、よろしくお願いいたします。高校の大先輩にして福留選手が最後に仕えた指揮官です。その立浪監督からの花束贈呈です。立浪監督から花束の贈呈でございました。続きまして荒木正弘コーチ、お願いいたします。同い年としてドラフトでは少しな運命で、2人は同じユニフォームを着ることになりました。そして強いドラゴンズを作った2人です。ありがとうございました。続きまして後輩たちからの花束の贈呈です。大島洋平選手、大野雄大投手、岡林勇希選手です。その努力する姿、見つめ続けた後輩たち、伝統は受け継がれます。
がとうございました。それではこの日にあたりまして、福留孝介選手から皆様にご挨拶がございます。福留さん、よろしくお願いいたします。まずはじめに、今日このような引退セレモニーを開いていただきました、中日ドラゴンズ球団、そして立浪監督をはじめ、コーチ、選手、裏方の皆さん、そして最後まで球場に残っていただきましたファンの皆様、本当にありがとうございます。小学生の時に福島キャンプで中日ドラゴンズを見て、中日ドラゴンズのチームに惹かれ、そしてその中にいた立浪監督に憧れ、プロ野球選手を目指してきました。1998年、星野監督の計らいでファン感謝デーに呼んでいただき、後ろにありますバックスクリーンの扉のところから一人で出てきた時、その恥ずかしさ、今でも鮮明に覚えています。その日から僕のプロ野球人生がスタートしました。24年間素晴らしいチームメイト、素晴らしい指導者のもとプレーさせていただき、その中に佐々木恭介コーチと出会い、打撃を一から作り直そう、そう言って毎日バットを振り続け、朝起きるときには自分の手がバットの形をして固まったまま、そんな日々を繰り返しながら、松井秀喜さんに勝って初めて首位打者を獲得したとき、この世界でやっていける自信を持てたのを思い出します。その後リーグ優勝、日本一、本当にたくさん楽しい思い出を作らせていただきました。しかし日本一になった時に自分自身故障でその場所に入れなかった、その悔しさ、その気持ちもここまでプレーを続けてきた原動力だったと思います。その後海外阪神タイガースでプレーをさせていただきました。阪神タイガースでは8年間日本一のグラウンドで熱狂的なファンの皆様の声援の中でプレーさせていただき、そして最後の甲子園球場の時にはライトスタンドから大きな福留コールをいただき、僕の一生の宝物です。本当にありがとうございました。2年前このドラゴンズに帰ってき、もう一度このユニフォームを着てプレーできたこと、そして自分の野球人生がスタートしたこの場所でファンの皆様の声援に包まれて
異議論を脱げる。僕は本当に幸せ者です。最後に、24年間戦い続けることのできるこの体を産んで育ててくれた両親、本当にありがとう。そして一番近くで応援し支えてくれた和江、隼人、はるか、本当にありがとう。僕は今日でユニフォームを脱ぎますが、ドラゴンズにはまだまだ期待の選手がたくさんいます。ドラゴンズファンの皆さん、これからもドラゴンズのご声援よろしくお願いします。24年間温かいご声援、本当にありがとうございました。来た皆さんとの時間をしばし頂戴したいと思います。では一塁側の前に整列していただいて、皆さんどうぞ。どうぞ福留選手の元へお進みください。
チームを引っ張り続けた盟友でもありました鳥谷敬さんです。鳥谷お二人のサプライズゲストともに写真撮影です。ご来場の皆様、以上をもちまして福留孝介選手、引退です。